こんにちは。今回で68回目です。救急車聞こえません？騒がしいこの街は。ほら、まあこれ残しときましょうかね。はい、こうやってね、夜景モードにねなりますね、急に。だからね、しれっとねなるからね、楽しかったな。2ね、これこちら。はい、こうやってね、疑似連ですね。疑似連ってさ、友人誌って言ったりさ、チャーミーって言ったりさ、これはなんて言ってんだろう。キャシャーンって言ってるよね。わかんない。なんて言ってんだ、キャシャーン。キャシャーンって何？はい。こうやってね、あと疑似連なんですけどね、これね、2の場合はね、2、3、リメンバーだとね、2、3で終わりでしょ？でね、4、5とかね、あったような気がする。ほら、また行ったでしょ？でね、これポラリスもね、これがだんだん激しくなっていくんですね。揺れが速くなってくるんですね。で、これでもう一回行くでしょ。これもう何回目っていうぐらい行っちゃうよね。ほら、ここで。もう一回行くでしょ。キャッシャーンって。なんて言ってんだかわかんないけど。ほら、これで、しかもさ、これさ、雪がさ、ほら、青くなるじゃん。で、これピンクになったね、暑いんだけど、こういう風にね、2ってね、リメンバーよりもね、すごいね、いろんなね、演出があってね、俺大好きだった。だからここでね、またね、ほら、ポラリスもこれ、激しく揺れてるじゃん。これはもう大当たりだと思う。白でね、ここね、ここまで行くね。ほら、黒アルバム。これはね、リメンバーで言うと白アルバムぐらいね、もう激アツですね。はい。お昼休みに実写系行きましたね。バヒーンって。これはですね、スペシャルバージョンのですね、こちら、放送出リーチね。これね、実際のドラマだとね、友人がね、なんかね、誰も聞こえてないからって曲を流して、それでね、踊り出すんだよね。でね、チュンさんはサボってんの。なんか、屋上かなんかでね、ほら、これ、屋上でですね。で、友人がサボってる人がいます。人に迷惑をかけてます。みたいな放送してんの。まあね、でもね、それでニヤって笑うでしょ。これで、チュンさんがね、戻るんだよ。ここの、友人がこうやって踊ってるところに。そう。それで、これね、友人はね、これね、このね、リーチだと、あ、雷。すげえ、聞こえました。結構大きいな。はい、こうやってね、覗いてますよね。これって、違うんだよね。実際はドラマだと。これね、この顔をね、見てるんじゃなくてね、もうね、恥ずかしいんだよね。踊ってるとこを見られちゃって。で、これの後こうやって二人こうやって会って話するんだけど、その後に喧嘩するんだよね。で、三翼と四翼がね、この放送を聞いててね、なんかプシッて切れて、で、放送室に行ったらね、怒った友人が出てくんだよね。だから分からない。何の会話をしていたのか。まあね、まあ分かんなくてもいいけどさ。はい、ということでですね、今のは放送室リー今ね、突然ね、ピカって光って雷がね、鳴ったの聞こえましたでしょうか。このままこれ残したいと思います。はい、続きまして。はい、こちらもですね、お、ほら、ピンク色に変わったでしょ。これはね、期待できるんですよ。止まって、お、暑いですね。もう本当にさ、2復活してもらいたいよ。これがほら、大雪モード。はい。これね、2の場合ね、大雪モード、これなんですよ。チュンさんって言ってね、このさ、演出の時のさ、曲がいいよね、歌がいいよね。もうなんていうのかな、すごいもう好きなリーチでした。お、ここで見つけましたね。で、これがね、チュンさんね。で、このままバヒーンって言って、次のリーチは何かなって、はい、これですね。これもね、学生の時のですね、遭難リーチですね。はい、なんかね、これキャンプに行ったんですよ、みんなで。でね、この時にね、友人がね、なんか迷子になるっていうかね、遭難しちゃうんですよ。それでみんなね、見つけに行くの。まあもちろん三翼も、あとほらチュンさんも。でね、チュンさんが見つけちゃうんですよ。それで、うん、こうやってね、でこうやって不安な時にさ、こうやってほっとしてさ、もうさ、心がさ、まあ、チュンさんにさ行ってしまうよね。でこの時にね、誰かなって思ったら、スペシャルバージョンなんかドックンドックン言ってますよね。三翼がいてハズレっていうのも面白いけどね。ほら、チュンさん。でね、道に迷ったらね、ポラリスをね、見つけてごらんって。ポラリスはね、いつでもね、あの場所にあるからって言ってね、それが目印にするといいよって言ってね、こうやって手を引いてね、これ一緒に帰っていくんだよね。はい。三翼が、そしたら待っててさ、もう三翼かわいそうだよね。先にチュンさんに見つけられちゃうんだからさ、友人をね。友人、今日はここまでで。まったねー。ドラマ見てるとね、演出とリンクしてね、楽しさ倍増するんで、ぜひとも